はい、安弘です。長年待ってましたスピードコントローラー来ましたよ。どういう感じかね。実はね、これね、業者さんに、電源が切れないよということで、送り返したら、いや、そんなことはないですよということで、正常に、作動しますという書きだったんですけども、私との機械との相性が悪かったのかなっていう感じもするんですが、今回、特別に、京商さんから、ロマン 240S の、スピードコントローラーを、新品で返してもらいました、これは特例だそうです。はい、安いです。それでは開けてみたいと思います。これはね、こうして、そうするとこういった感じで入ってますね。ロマン 240S です。こういった感じで、新品で入ってきました。センサーケーブルも付いています。これから、ちょっとハンダ付けをしてみたいと思います。ハンダ付けするのも一つの楽しみです。ハンダ付けと、センサーコードの取り付けが終わりました。安いです。それではスイッチ入れてみたいと思います。わかりますかね。はい、安いです。モーターコードの、ハンダ付けとセンサーケーブルを付けてみました。これでね、スイッチ入れてみますね。わかりますかね。ここに赤く光ってますよね。これがスイッチが入ってるんですね。でこれがスイッチが触れてるということで、前回はこのスイッチが右に左に動かしても切れなかったんですが、今見た感じでは、スイッチが入ってスイッチが切れるという状況になりました。ということはですね、この、ブラシレスのセンサーと、ハンダをつけないとこのスイッチが正常に動かないということになりますね。そういうことなんですね。はい、安部です。とりあえずね、スピードコントローラーを接続して、これからベンチテストをしてみたいと思います。15.5 ターン、こんなもんなのかな。サーボはね、以前よりかは速くなってます。トルクも悪くはありません。こんな感じに速くなってます。サーボに関しては何も今いじくってない、ノーマルな状況ですね。それで、こんな感じで動いてくれます。
サーブに関しては何も言うことはないですね。もっと反撃の方からと思ったんだけど、 15.5 ターンってこんなもんなのかな。まあ、この辺りは、セッティングで見つめていくしかないかなっていう、感じがします。